Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to Kemah Reaction. How are you guys doing today? I just want to say thank you guys so much for coming back. Thank you guys so much for commenting and subscribing and giving me suggestions. I really do appreciate it. Now, enjoy. Bye. We are on round four to BMSG with their audition that they did, BSMG Audition 2021, the first. So we're at round four, which is, part four, round three. So, according to the title. あくまでも暫定の順位が下だからって記憶でしたり決して順位が上だからって良かったと思うけど俺はオリスラに上だと思って油をかかないでほしいです。音楽の真摯に2日間長いけどね、短いのね、よろしくお願いいたします。OK。QCA. Those are three things Sky High is looking for.今回の三次審査はアーティシズム審査です。30人をこちらで6グループに振り分けた形でのグループでのパフォーマンスの審査になります。Third round. Are they standing 6 feet apart too? Someone's standing close. 今回は早い段階でグループのパフォーマンスを見たいっていうのはありました。まあ、最終的にデビューするのがグループである以上当然なんだけれど、やっぱり24時間で初めて会った人と振りを入れて歌い分けをこうすり合わせてパフォーマンスするっていうのは普通のことではないので、まあ本当にただ自分としては現段階でどこまでできてるかを見るっていうくらいなので、エゴの要素も見たいし、逆に他の人がこう立つことを喜ぶ心、全ては音楽を愛する心や音楽を一緒に鳴らす仲間をこう愛する心の片鱗が見れればいいかなって。あくまでも三次審査は本当に完成されたものを見るというよりは、その片鱗を見るための審査なので。リーダー発表します。F チーム、リーダー保つ、でどうだろう。そういう空気になるよね。そういう空気になるよね。E チームが、まあ悩んだんだけど、ランくん、お願いします。お、いたいたいた。ランくんお願いします。そして B チーム、カジ君で C チーム小沢君、はい、B チームリーダーソータ、はい、で A チームは龍平にお願いしようかなと思ってます、はい、そんな感じで各自なんか素敵なパフォーマンスを明日見せてくれると嬉しいです。明日もあるので体力に相談しながら明日いいパフォーマンスを見せるためにどういうのが正解かっていうのをみんなで話し合ってくれればいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。いいチームだね。強い。Getting to meet each other and stuff in their teams. もう言う必要もないな、これ。何も言ってないのも勝手になってるもんね。そう、まだこれからなんだけど。これは踊りながら歌えるタイプです。よろしくお願いします。でもこれもね、もうでもすごい進んでる。
Oh, that's learn the choreo. Together as a team, unity.明るいとか暗いとか悲しいとか、まあ、喜怒哀楽でくくれない感情を歌っている曲だから、ただ上辺だけで楽曲をなぞったらクオリティとしてもアーティシズムとしても悲惨なことになると思うんだけど、ちゃんとその歌われている内容や楽曲のアプローチに対して哲学的に解釈をして自分のものとしたした時、彼らはすごく魅力的に映れる楽曲だと思います。なので、超絶表現力が求められるのがセクシャルヒーリング。バックトゥバックに関しては、やっぱりパフォーマンスの迫力もすごい求められると思います。ノリノリなシーンから一気に落として落としたとこからまた爆発的に盛り上げるみたいな、まあ、本当にボーイズグループ の鉄板的な曲展開ではあるんだけど、そういった爆発力、パフォーマンスへの爆発力が求められるのが CD チームのバックトゥバック。EF チームはその実体験にすごい重ねられると思うんですね。今自分たちが置かれている状況と楽曲が歌っていることは非常に近いと思うので、そこで共感できる力、楽曲に共鳴する力、ちゃんと音楽と真摯に付き合えたら EF チームの楽曲をやる子たちは音楽と共鳴できるんじゃないかなと思うし、多分彼らの心情にリンクしてくるのではないかなと思いました。完全に未経験なのが朝日がちょっと萎縮しちゃってるから、うん、それが心配。うん、踊りながら歌うってやっぱ一個特殊技能だからね。それを忘れがちなんだよね、俺もね。いや、どうしよう。結構難しい子多い。難しいっつうのは、どう判断するのが正解か。は、伸びそうだなっていう勘に全てかけていいものなのか。とか、そういう。あと、何のスキルをこの場で重視するか。ちょっと複雑です。I think when it comes to auditions, you do have to have some sense of practice or lesson or train yourself. イメージを。You know, when you come to an audition or competition. ちゃんと持った時に。そうだね。やっぱ。こうなるかな。Yeah!Come on, Minor. He is so tall. So, こう複雑にこの曲ってフォーメーションが動くんで、そこの調節が難しいんですよ。その一部。とりあえずこの位置だけ把握してせめて位置は多分色はボロボロですけど位置は多分、まあ、ある程度形とか定まってるとか、結構みんな積極的にやってくれて、そんなバラバラするわけでもなくコミュニケーションが一です。歌う時この話すごいして、みんなで揃えて V 字になるところ の振りがあるんですけど、そこの振りがすごいみんな揃ってなくて、その一人一人揃える必要があるから、そこが一番
感でした。Oh, he's 13 too. So the book, they're so tall. 歌唱審査も終わって、まあ、明日グループでのパフォーマンスに集中する。I wonder what's the reason why Sky let him be in this group.全力で取り組んで仲間とも協力してっていう。See if he's actually could pull it off because he is talented. Team B. Is that Sota? Three members of the. お願いします。Let's see, Scott, Sota, put your skill to the test. It's probably my skill. 2-3. It's right now. I'm not an engine, but I'm going to join these 5 people. I'm going to go to the workshop. That's the motivation. Of course, Sota has a skill of dancing. And I can see the dance in a real way. So I'm going to be very helpful.一回止まる？やばい。一回とりあえず今日はそのリーダーにちょっと一回そのまとめた変わった振りを一回動画で残してリーダー。そうですね。あれ発表された時ってどんな感じだったんですか？急に B チームリーダー。急に B グループリーダーっていう。僕にしかないところっていうのもすごい大きいとは自分でも自信があるんですけど、逆に足りないっていうところも大きく出ちゃってると思うので、そこは心配なんですけど、やっぱ任せていただいたからには、その自分があのグループに対していい影響を与えられるものはもうどん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 与えていきたいなっていうふうに思ってます。Oh, I think the ones he chose to be leaders are the ones who are actually trained either in dance or singing. すごいね。もう。特に誰がってこともないね。少しシュントがおとなしくなったぐらいだ。最初にこう、ああ、そうか。いい。でもシュント、いいね。いい環境っぽいね。Interesting. 絶妙な。まあ、ここのチームはそのもともと順位だけじゃなくて実力派が揃っているチームなので、なんかちょっと圧倒的だねっていう感じを見せてほしいところはまあ正直あります。悲しいことに、あの、他のグループと一番違うのは、I have two screens. 圧倒的だねって思われないと、なんか、期待してたことじゃないかもねって思われる可能性もあるのが、こういう実力派が集まっちゃった時の危険性だから。なので、ちょっと圧倒的なものを見せないとやばいっていう気持ちで、ちょっと望んでほしいかなと。I agree that, like I said before, this is a group of trained professionals in what they do, dancing and singing. Is one of them in this team on Beeper? OK, OK, OK. 本当にみんなと本当に仲良くなって、もちろんこうグループのリーダーもみんなに積極的に話しかけてくれたので、本当にすごい頼りになるなって思ってます。Yes, that's the one who lost his career. Pissed off about him, by the way. Very pissed off about him.調子どう？調子ですか？疲れてる？いや、いやいやいいよ、疲れて当選だわ。いけそう？まだ構成が難しい曲なので。バックトゥバック構成複雑だよね。はい、あのマジでそう、あの何削るかは思い切ってやっちゃった方がいい場所結構あると思うよ。ずっと踊り続けなきゃいけないということでは本当ないから、はい、極端な話だけど
あの、パフォーマンスとしては、A メロ最初に歌う人が、普通にこうずっと歌ってる時に、後ろ4人次、あの、後ろ4人ずっとフリーズしてて、B メロから踊り出すとかでも、絶対成立するから、あの、ちょっと止まったら、ダイエットしてっていいと思うよ。で、フリーズ自体はちょっとは入ってるじゃん。だからこれだったらここ踊りたいなっていう場所あったら、それを調整していくっていう作業で全然いいと思う。一回あの自分たちで思ってる以上に削っても成立すると思う。なぜならサビがキャッチだからとは思う。はいはい、そんな感じです。はいはい、はい、ちょっとじゃあまた、ありがとうございます。こちらも、2日間でなんかあのパフォーマンスを完成させなきゃいけないな、いけないっていうふうにまとめる人が重要だと思うんですよね、僕は。それぞれ戦いだけど、やっぱいいものを作りたいから、ちょっと責任感を持って頑張りたいと思います。 Who's next? Who's next? I love that little kid. He has such a potential at such a young age. みなさんすごく優しくて積極的で、あ、やっぱり実力のあの子たちが揃っているんだなというふうに実感しました。リーダーを任されたからには絶対にいいパフォーマンスをしていい結果を得られるように頑張ろうというふうに思っています。僕とこの2人はその仕事で、でこの3人がパートナーです。正直僕がまとめてるっていうよりかも、最年少の13歳の子がいるんですけど、僕よりのリーダーみたいな感じなんですよ。だからそこまであの年でできるとすごいなというふうに思います。That's not a good look, but I understand the teamwork. やっぱりチームでやるのは難しいと思いましたけど、この程度でなんかなんていうんだ、できないとか言ってたら絶対になんか世界とかそういうのは絶対無理だと思うので。これをちゃんとしっかり、あの、明日もあるんで克服できたらなと思ってます。 Oh! Okay, 13! どうなってる？ Well, I like him even more. で、ここで、で、どういても完成してしまうので、あんま気にしないで。ジャンプするところからいきましょう。すごいな、大気がすごい、ちょっとびっくりしてる、大気すごいな、しかも本当にリアルに一番見えてるし、俯瞰で横の揃いとかって、他の人見てるとなんでここ揃ってないの気持ち悪いって思うんだけど、やるとあんなに難しいもんなくて、だって自分前に行ってる時に相手後ろに下がってるんですよ。で、そこが揃ってるか揃ってないかを一瞬で判断できるのって外から見てる人だけなんだけど、それできてるんだよね。すごいです。だから経験者を中心にリーダーに配置してたんだけど、まさか、その最年少の大輝が一番それができるっていうのは、ちょっとね。See, so I was confirmed. I was confirmed. He chose a leader based on my experience.ちょっと確認、振りがもうこの辺しっかり覚えてこないと構成してないんで、はい、最後もう今日は立ち位置を振り上げてしっかり確認できたというので、こう三次審査来た人たちだけにやっぱり熱量がやっぱあるので、こうすごいみんないいペースで進むし、一応リーダーを任されたので、そこはまずこう、まあ、ダンス経験者として引っ張りつつサポートもしつつ、しっかりこうフォローしてあげるってことが大事なのかなって思います。で、多分ここの2人は、角2人はここでしゃがむんで、
気持ち離れてたらいいかも。うん、そのリーダーの結構スパスパ言ってくれて、でこうしようこうしようって言って、みんなもちゃんと分かったっていう風な流れができてる。だからすごいスムーズでいけてるなっていう風には感じてます。で自分はもうそんなズバズバ言わないで、まあ、本当に思ったらパッて言って、で本当に分かんなかったら助けるっていうような役割でやっていこうかなっていうふうに今そのグループでやってて考えてました。あー、なんかさが、あー、ポーリコライコーリコ、あの今からマジは本当に約1時間あの動きっぱなし。It's okay, you have the vocals. It's okay, you have the vocals. It really do have to be lighter than feet. They tend to do a lot of footwork over there, child. Okay, you're a vocalist. It's okay. 僕が一番下手だから他人と比べるんじゃなくて、もう自分と戦うように頑張ってます。It's too adorable. その番号を言うんだけど、1だったら1のところで、1.5 って言われたら1と2の半分のところで立ってください。多分何、まあ、いたら自分の方見ながら、あ、惜しい。もうこっちに先に体重乗せて、こっちも軸で、そのままこっちでまた着地するっていう、せーの、足をキュッキュッ、振りかぶって、逆の方向に振りかぶって、あ、惜しい、I think the better critique would have been said, in his case, train him how to keep one foot on the ground and spin around and try to keep that one foot in place. So that one foot would be like a constant for him to balance himself and focus on there. And then when he goes stomp, when he made that spin, make sure it's in the same line as his constant feet right there. I think that would have been a better thing to say, but I think they're saying it, but it's not coming across that way to me. ここもしっかり揃えて。そう。そう。また何かやってね。Who's in this team?、Ah. My baby daddy Leo.Don't fail me, Leo. Do not fail me. 完全に未経験なのが朝日がちょっと萎縮しちゃってるから、うん、それが心配。楽しんでやってる。うん。Hey, Sushi, Asashi, whatever. It is no time to feel, even though this is old. There's no time to feel discouraged. You made it. You're one of the select 230 to be part.To the final. There's no time to feel discouraged. Get your shit together. If
I react to this at the time this was going on. I'm just saying, I understand it's good to feel nervous. You're here. You made it. I don't care if you're number 30, 29, 28. You made it. Get it together. なんかリズムに乗ったりして踊るのはすごい楽しくて、でもやっぱなんか自分が一番迷惑をかけているので、 Yes, Leo. 今日の夜とかもすごい練習して明日には完璧にできるようにしたいです。 Yes, Leo. ダンス未経験の人もやっぱいる中で、やっぱ僕とかはダンスもやってますし、やっぱ年齢もそのメンバーに比べたら上の方なので、そこに対する責任感っていうのはすごく感じてて、本番にいいパフォーマンスできるようにしていかないといけないなというふうには思ってます。みんなこっちの方が見栄えいいよね、絶対に。どうまずリーダー。まあそうね、これ持ってたらちょっと、なんかちょっとヘッドボトルだからね。みんながみんな意見出し合ったりとか、個々でこう教え合ってたりとかするのを見たんで、リーダーって言われたんですけど、特に僕が頑張らなきゃっていうよりはみんながやってくれてるので、いいチームじゃないかなと思って。Oh, he's 24. 年齢は幅広くて、下は中学生、中学3年生。And then he's 14. And then Leo's 22 too. 空気感みたいなものはなんかギスギスとか一切なくて、なんかいい空気感なんで、いいチームみたいな。He's like, he'd be so fun to be around. ああ、ごめんごめん。これぐらいで、まずじゃあ、I can't, Leo, I love you. あのここはほら、あの朝日くんとかジュノンとかそんなにダンス経験がないっていう子もいると思うし、例えばあのヒロムとか、あの See, I love that, 年齢の幅も広いから、あのそこら辺経験者があのどこの部分は絶対に踊ってもらうのかとか、逆にどこの部分は逆にこれ踊んなく方がパフォーマンスとして上なんじゃないみたいな判断を冷静にできる状態にしといて、あの特に経験者のレオとタモツは一回全体の完成図をあの今日寝る前に絶対想像してみて、はい、まあ、特にタモツがこの場合リーダーなのもあるから、こういうパフォーマンスが完成図だっていうのを想像するのは絶対今日中に宿題として、はい、で明日はそれを共有してパフォーマンスの精度を上げていくっていうのを集中していったら間に合うと思います。なんかバイブス良さそうだし、あの楽しみにしています。ごめんごめん、お邪魔しました。ありがとう、これ貴重な練習時間を本当に使ってしまって申し訳ない。ありがとう。 OK Sky I see。 あ最後マイク無理だね。あでも難しいな、最後の無理だね、難しいな。Oh, they're going home. Rest from their long day of audition. How are you? お疲れ様です。どうでした？まあ、振り返ってみてというか、あれでもないですけど。いや、いろいろあるんですよ。世の中に出ていない才能と才能がなんか変にぶつかり混ざりしてるから、ちょっと信じらん。もうなんか、俺も現実感ないとこあったし、ただどうしても現実に引き戻されなきゃいけないのは、明日にはもう人数決めなきゃいけない。It's hard work out there. パフォーマンスをするっていうことは、他の人がマイクを持ってるときにそこを尊重しないといけないし、てかそもそもそのこの短い時間で完成まで持ってこうと思ったら、いろんな人のいろんな意見を尊重しないといけないし、でも自分が思う正解を提示しないといけないし、短い時間で見せきるスキルがないといけないし、2行の歌で、お、こいつかっこいいなって思わせるってやっぱ相当なもんですよ。しかも人が作った曲。なので、同時にいろんなものが見れる。2分で全てが決まる。もう1ヶ月くらいくれないかな。Okay, Sky High.Thank you, Sky High, for that. I love it. I appreciate, love what you're doing. As you confirmed in the video, you did place all the leaders based off the experience and the expertise in singing and dance. And I really do love that. I do see that some team members are struggling. It's okay. You guys are not dancers. You guys are vocalists. And some of you guys
why you're here, but you guys are here for a reason. All 30 of you guys are very talented, but that 13-year-old, what's his name, Taikai, that kid has a future in his entertainment business. Oh, he has a future. Rico, R-E-I-K-O, the one who fell because he was reached his limit. It's okay, sir, you are a vocalist. The other one who was number one, someone did leave a comment and stated that he didn't make the team, but he made the company with BMSG as a trainer. I love that for him, but he also needs to have a solo career because that kid voices. So, anywho, I really do appreciate it. Whatever you guys want to react to, feel free to leave a link in the comment section and get to as soon as possible. As always, we're going to keep besides you. I really do appreciate it.